レオナルドは防衛、安全保障、航空宇宙の分野で活動するイタリアの企業。現在、イタリアでは第2位、先進技術に関しては第1位の産業グループである。航空分野、民間、軍用航空機分野ではヨーロッパのリーダーで、電子工学では世界でもトップクラスに位置する。宇宙分野はベイシステムズと協業しヨーロッパ第1位。 防衛電子分野ではヨーロッパ及び西洋で第2位、防衛システム及び安全保障システムの分野ではヨーロッパのトップ企業になりつつある。事業所は100カ所以上あり、2018年の従業員数は約4万6000人で、そのうち約3分の1がイギリスアメリカ合衆国を中心にイタリア国外に在籍している。1948年にイリによって、 イリの機械工業と造船業の株式投資のために、フィナンツアリアメッカニカ、フィンメッカニカ株式会社として設立された。当初は、アンサルド、アルファロメオ、サンジョルジョ、サンテウスターキオ、ナバルメッカニカ、カンティエリナバーリデッタドリアーティコを収容する会社として始まった。2000年6月には50億ユーロ以上の株式が市場に売り出され、 フィンメッカニカ株式会社として民営化された。株式の7割は公開株式となる一方、イタリア経済財務省が現在に至るまで約3割の株式を保持している。2015年2月24日、鉄道車両を製造する子会社のアンサルド・ブレーダを日立製作所に売却した。2016年4月28日には、社名をレオナルドに変更すること、及びその準備 この新社名は、レオナルド・ダ・ヴィンチから付けられ、2017年1月1日に、現社名へと変更された。フィンメッカニカ時代は、自動車製造、造船、鉄道を含む、工業製品を手掛けてきたが、レオナルドとなった現在は、事業再編により、防衛、安全保障や航空宇宙の分野に特化している。2016年1月1日、下記の企業グループは本社に吸収。 再編され、4つのセクターとその参加の7つのディビジョンに移行した。売上としては、電子機器、防衛システム、安全保障システム部門が最大で4割以上であり、ヘリコプター部門が約3割、航空宇宙部門が2割強となっている。航空機、編集、レオナルド・フィンメッカニカは、民間、軍用航空機、新世代自動操縦航空機及び、民間、 軍用航空関連機器を製造している。訓練用航空機及び関連地上支援サービスの開発、製造に関してはリーディング企業である。ユーロファイタープログラムには36%の持ち分で参加しており、リージョナルダーボプロップ機を製造する ATR ジョイントベンチャーの50%を保有しているほか、 スーパーアジェットインターナショナル、ジョイントベンチャーの51%は保有を除き、軍民療養に高く適用している。電子機器、防衛システム、安全保障システム、編集、レオナルド・フィン・メカニカは、防衛、航空宇宙システム、安全保障及び情報保護、システム、インフラ、領土保護システムを実現している。インフラ及びシステムの管理関連情報を扱う。 安全コミュニケーションネットワーク及びソリューションの開発と同様、航空交通及び船舶交通管制システム、国境及び領海監視、防衛システムも実現。供給されるサービスには、インテリジェンス及びサイバーセキュリティ面での情報管理を含む情報インフラの設計と管理が包括される。また、レオナルドフィンメッカニカは、艦砲射撃システム、装甲車及び、 潜水システムの設計、開発及び製造分野でも活動している。電子機器、防衛システム、安全保障システムの分野では、米国籍の子会社、DRS テクノロジーズ及びジョイントベンチャーであるまだ、を通じてミサイル及びミサイルシステムの製造分野で活動している。宇宙、編集、パレスアルニアスペースを通じ、レオナルド・フィンメカニカは、ナビゲーション、通信、気象、 環境監視、防衛、科学ミッション及び地球観測用の人工衛星システムの開発、製造活動を行っている。一方、テレスパツヨは地球観測、ナビゲーション、インテグレーテッドコネクティビティ及び不可価値的衛星及び衛星システムの管理に関し、主要オペレーターのうちに数えられている。レオナルドフィンメッカニカは、子会社及びジョイントベンチャーに関し、 グループリーダー会社及びコーポレートセンターとしての機能を保持している。子会社のアグスタウェストランドの日本法人が2008年東京に開設されている。商業用、公益用及び防衛用のヘリコプターを扱っており、これまで O169 や O189 の商業用ヘリコプターの納入実績を持つ。また海上自衛隊向けの砲台設備を1990年、 以来継続して納入している。ありがとうございます。